中学受験どっちがどっち。北谷先生、今日のどっちは小5生冬休みからの受験スタートどっちがどっち。まあ、小5生の受験スタートっていうとなんかはい、ちょっと早く始めるのは煽っちゃってる気がしますけども、まあ、そういう意味ではなくね、うん、実直な話ですね、これね。そうですね。で、まあ、6年生は、うん、まあ、受験生っていうのはもう今はもう受験間近ということで、塾に通ってる人はですね、もう集団塾も、うん、もうその受験生にもうかかりっきりというか、うん、もう力をそこに注いでますね。そうですね。まあ、それってまあ当然のことなので、うん、今まあ4年生や5年生の方々が6年生になったら、うん、そういう形で全力を尽くしてもらえるので、うん、まあ、楽しみに待ってもらいたいというふうに思うんですけども、うん、はい、まあ、でも結局まあ冬休みなんかの扱いもですね、うん、6年生に比べるとやはり5年生は手薄、うん、もっと言うと受験シーズンに入るとですね、うん、まあ、関西だったら1月の半ば、うん、まあ、関東だったらまあ2月の寸前ぐらいから1月受験が始まりますから、うん、この辺になると5年生の対応ってやっぱり手薄になってるんですね、うん、なんか置き去りになっちゃってる気がします。で、一応その期間も塾から課題が出たりすることってあるんですけれども、うん、まあ、それでもなんか知れてたりするんですね、うんうん、まあ、そこでまあその時間をどう過ごしてもらったらいいかっていう話を今日はしようという話なんですね、うん、はい。で、まあ、まず第一に言わなきゃいけないことがですね、うん、まあ、毎年旅行に行ったり、うん、なんかいろんなところに遊びに行っている方、はい、特にまあ年に1回は長期旅行行くという方とかは、うん、このタイミングに行っておいてください、うん、で6年生になったらもう行けないんですね、うん、6年生の夏休みに海外旅行行ったつわものとかいましたけど海外ですねそう、ちょっと休んでるけどどうなってんのって聞いたら海外行ってましたって声かけましたけど、はい、まあ、そういうつわものもいるんですけど、うん、まあ、やっぱり基本的にはですね6年生は長期の旅行っていうのは難しいですね、うんうん、やっぱりね。そうですね、うん、なので、うん、今のうちにもうこれラストチャンス、うん、ということで5年生の間に、楽しいことは済ませておいてください。そうですね。ということですね。それで心置きなくあとは勉強に集中だ、うん、ということです。うん、はい。で、その後ですね、じゃあ一体何を勉強したらいいのか、うん、ということなんですけど、うん、まあ算数をメインに話しますと、うん、まあ、やはり我々が言うのって何だっていうと、うん、間違い直しをしてほしい、うん、弱点補強をしてほしいということですね。うん、で、その弱点補強の題材としては、うん、やっぱりテスト直し、うん、または難問集、うん、ということになりますね。うん、だから集団塾に通われている方は復習テストだとか、うん、まあ、確認テストいろんなテストあると思うんですけど、はい、その間違い直し集をやりましょう、うん、ということですね、うん、で、まあ、いつも言ってることですけど間違い直しっていうのは弱点を全範囲カバーできるっていうわけではないかもしれないけれども、うん、間違えたということで弱点である可能性は高いわけですよね、うん、だからやった勉強が効率よく、うん、得点アップにつながる可能性が高いわけですね、うん、確率が高いということなのでぜひやってほしい、うん、同様に、まあ、難問集ですね、うん、テキストの難問集でも同じと、うん、いうことになります、うん、で、まあ、既に動画でですね、うん、難問集の作り方やり方っていうのも撮ってますので、うん、まあ、それも参考にしてほしいんですけども、うん、まあでも実は難問集もうやっちゃってるんですって方っていらっしゃるかもしれませんね、うん、まあ、特に難問集ってこう期限を切ってですね、はい、3ヶ月切って終わらせましょう3ヶ月切って終わらせましょうとかね、うん、ある一定の期日でも終わらせていくっていうところがあるので、うんうん、もうひょっとしたらもうだいぶ終わっちゃってるといらっしゃるかもしれません、うん、で、まあ、夏休み以降秋以降のがまあ溜まってるって方ってまあいらっしゃる可能性があるので、うん、まあ、それをやるのにちょうどいい時期ですよね、うん、だからこれはやるのがいいと思います、うん、でこれは算数が得意なお子さんから不得意なお子さんまでもう全員に対応できますよね、うん、得意な人は難しい問題の中で難問集が出来上がってる、うん、不得意な人は基礎的なところから難問集が出来上がってる、うん、ということなのでもう万人にできるやり方で万人にとって効果の大きいやり方になりますので、うんうん、まあ、ぜひやってほしい。これ第一の選択肢ですね、うん、でもう難問集本当に早くやっちゃってますと、うん、もうどれを見てもほぼ解けますっていう人ですね、はい、はですね次のことをお勧めします、うん、それは、新たな教材をやりましょうですね、はい、まあ、プチ予習みたいな感じですね、ですね、はい、あまり激しく先取りする必要はないわけですけども、うん、ちょっと受験問題っぽいのに触れておく、うんうん、とか今までやった教材じゃないものに触れることによって新しい刺激を入れましょうということですよね、うんうん、で、まあ、特にまあ5年生の段階のことを勉強すればですね、うん、受験に通用する知識って一応全部勉強してますので、はい、入試問題ってもう一応解けますから、うん、どんな問題が来ても一応言い訳なく解けなきゃいけないので、ちょうどいろんな教材に当たれます、うん、でそういう新たに取り組んだらいい教材のまあおすすめ第1がですね、うんうん、合格を決めるキーポイント東京出版ですね、うん、
だからすごい東京出版推しなこのチャンネルなんですけど別に何かいただいてるわけじゃないですけども、うん、ちょうどいい感じですね、うんうん、でこれは増刊ですよね、毎年出る増刊で、まあ、大体まあ4月の増刊号って書いてるんですけど、まあ、大体3月半ばぐらいに出るんじゃないかなと思います、うんうん、ので新しいのはまあ出ない段階だと思いますので、うん、まあ、この春に出たものをですね、うん、書店で購入されたらいいと思います、うんうん、でこのまあ中身なんですけど、うん、最初にまあちょっとしたまとめと問題のパートがあって、うん、その後練習問題っていうふうになってるんですけど、うん、このまとめと問題のパートはですね、うん、基礎的なことが結構書いてあるので、うん、塾に行ってない人、うん、または算数がそこまで得意じゃない人でも役に立つと思います、うんうん、ので、塾に行ってない人、算数がそこまで得意じゃない人は、この問題のところだけを先にやってもらったらいいと思います、うんうん、で算数が得意な人は、まあ、問題のところ、まとめと問題のところプラス練習問題もやっていいと思うし、うん、または練習問題のところだけやってもいいというふうに思いますね、うんうん、で幅広い使い方ができるかなというふうに思いますね、うんうん、そうですね、ちゃんとあれですよね、その問題のところは例題みたいになってるんですね。そうですね、うん、問題の後に、解き方も詳しく書いてありますから、さまざまな基礎テクニックがここで身につけることができるというふうに言いますね、はい、そして次が次はこれですね、算数プラスワン問題集、これも東京出版ですね、うん、はい、まあ、これもなかなかいい問題集ですね。でまあこれもどっかで紹介したことあるかもしれませんね、うん、でこれ一応あれですかね、頑張る小5小6生用って書いてあるんですけど、うん、まあ、小5の頭からやるにはちょっとしんどいかもしれませんけど、うんうん、一通り勉強した後だったら、まあ、できるかなと、うんうん、で全単元についてですね、まあ、一冊にまとまっていて、まあ、全てを網羅してるわけじゃないんですけども、うん、品質のものについてはよく出てきてますと、うん、で、まあ、単元によってまあちょっとここ簡単だなとかここ難しいなっていう、まあ、若干のブレはあるかもしれませんけど、うん、まあ、全体としてとてもいい問題集ですのでおすすめですね、うんうん、はい、そうですね、まあ、そこそこの問題量っていう感じですかね。そうですね、うん、まあ、ボリュームも結構ありますので、うん、まあ、馬力のある人向けかなという気がします、うんうん、そしてですね、算数がもうかなり得意だっていう人ですね、うんうん、5年生の、少々難しい問題までも、うん、まあ、正解できますよっていう人はですね、うんうん、ちょっと進んだ部分を勉強するということで、うんうん、はい、これですね、中学の算数の月刊4月号ですね、うん、の中枢必須手法の特集ですね。そうですね、毎年ですね、4月号月刊誌の毎年の4月号ですね、増刊じゃなくて普通にレギュラーで出ている月刊誌の4月号は、中枢必須手法っていう、タイトルなんですね。そうですね、よく使 う、 もう中枢読んでたらこれ出てくるよっていうような必須手法ですね、うん、まあ、だから我々塾人にとってもあこれって知っといてほしいよねっていうのが、うん、まあ、集まってるそういう回になってます、うん、全ての単元ですね、まあ、数から始まって最後立体図形とか倍の数とかまで、うん、いろいろよく使う手法について、うん、まとまっているということなんですね、うんうん、まあ、ですからこれ、まあ、全部で20問ちょいぐらいですかね、うんうん、まあ、しかないんですけども、まあ、それぞれにあ典型的でよく使うよねっていうのが扱われてますので、うんうん、ぜひやってもらったら新たな発見があるではないかなというふうに思いますね、うんうん、はい、そうですね、量的にもやりやすいという感じですかね。そうですね、まあ、そして最後にですね、うん、まあ、算数がすごく得意で、うん、力が余っちゃってる人ですね、うん、力も時間も余っちゃってるっていう人はですね、うんうん、この中学への算数のレベルアップ演習、うん、月刊誌に毎回載ってるやつですね。そうですね、うん、これまあ中枢やったらっていう、うん、中枢を3ヶ月やったら成績爆上がりみたいな動画を撮ったことあったと思いますけど、はい、その時にも話しましたけど、まあ、中枢の中はいろんなパートに分かれていて、うん、その中のまあ結構前半にあるレベルアップ演習ってやつですね、うんうん、小問が集まってるところになるんですけども、うん、ここは結構骨があるんですよね、うん、でそれが毎月間仕事に、まあ、必ず前半分に載ってるわけなんですけども、はい、それの、 年間予定がですね、うん、冒頭に載ってます。月間誌の毎冒頭のページにですね、ガイダンスのところで、うん、何月号が何の特集やってますっていうのが載ってますから、うんうん、この中の、まあ、特に自分はここが弱いんじゃないか、うんうん、またはここを強くしたいっていうのをところのですね、まあ、バックナンバーを購入されるか、うん、まあ、もう毎月買って購入されている方はそれを引っ張り出してきて取られるっていうのでいいと思います、うんうん、でまあこれでやるだけでですね、まあ、一般的に多分偏差値算数で言えば60ぐらいの学校の対応はまずほぼできていると言っていいでしょうね、うんうん、そうですね、それなりの定石からちょっと難しいところまで入ってますよね。そうですね、だから、うん、
意外に舐めちゃいけないと、うん、いうことですね。だから偏差値60だからもう本当を言うとですね、うん、全受験生の8割以上はカバーしてるんじゃないかと、そういうことになりますね、いうぐらいのレベルまで到達することができると思いますので、ぜひ余裕がある人はチャレンジしてくればいいというふうに思いましたね、うん、はい、こんな感じでですね、小5生の冬休みの過ごし方についてお話をしました。意外にですね、本当にあのこの時期ですね、冬休みから2月ぐらいまでの間って小5生には時間があるんです、なのでここをうまく使ってですね、小6でいいスタートを切っていただければというふうに思います、今日はここまでです。